これがやっぱ守備の上達につながっていくっていうね、新たな時代ですよ。まあそうですね。やっぱサングラス出さね、格好つけとか、こんな言ってる場合じゃないんだよ。そうそうそう。試合終わり。今のカズさん。オッケーしてますね。ナイスバッティング。ありがとうございました。あ、お疲れでした。はい。先生、何でしょうか。熱中症大丈夫ですか。いや、大丈夫ですよ。熱中症対策でやっぱ OS1 やってますか。使ってますから私は。すぐ使う。そして過度なプレーは避ける。なるほど。これです。何ですか今日は。紹介？そうですね。せっかくなんでちょっと最近道具を紹介なかったんで。これ水曜どうでしょうのタオルです。一部の人しか受けないです。整理整頓されてますね。当たり前じゃないですかそういうの。これはワッペのバック。あ、そして Z のスパイク今日履きました。あ、そうですよ。源田モデルのね。源田選手監修の。いいですよ。軽量感あって。やっぱフィット感あるね。非常にいいですよ。やっぱ白スパ涼しげですね。涼しい。違う。いいですね。白スパはもう重宝だね。あのデサントも含めて。はい。天候によってやっぱ使い分ける。今日みたいに急に33度とかやったらもうとんでもないですからね。やっぱそういった時にやっぱ新しいサングラスを。サングラスを。これ野球専用サングラスなんだよこれ。そうなんです。野球専用のサングラスってありましたか。他社はないか。他社のは陸上とかチャリとかね。そうで、あともうゴルフとか、要は止まってるボール、鉱山の太陽光を抑えるとか、そういったことで使われてましたけど、野球用のサングラス。スワンズ本気出してきた。発球がはっきりと映る。そして俺もう一個ねゲットしたんだけど、ナイター用です。あ、いいね。あ、こういう時期いいじゃないですかこのナイター用。あのやっぱね、夜にサングラスつけてんじゃねえよってコメント多分入ってくると思うんですけど、僕は無視します。悪いです。ナイター用のこのなぜ黄色かっていうと、ナイターって薄暗いじゃん、薄暗くてナイターの照明だとはっきり昼前よりは見えないじゃない、でそういう時にこの黄色っていうのは光を集中させるんだって。で入ってくるんだ。そう、視界をクリアにしてより発球をね、はっきりと見せるっていう。当然黄色だから風景は黄色っぽく見えるんだけど、ボールさえ見えてればいいじゃないのって。そうですね。僕らボール以外追っかけないでしょ試合中。これも野球専用のフェイスワンっていう。せっかくだったらもう紹介しましょう皆さんに、ぜひ。というわけでサングラスが発売後に撮影した様子をどうぞ。オープン。はい、はい、というわけでおなじみの私行きつけでございます東京店やってまいりました。今回皆さんにお届けしたいということと、あとはその開発メインで携わった方にもちょっと説明いただきながら出ていただけるスポンズルールがありますので、ちゃんと入店時はマスクを着用。あ、なるほど。すみません、マスクを着用。いい顔がちょっと隠れちゃうので、ちょっとさ本当すみません。よかったです。髭がもう。お願いします。これがフェイスワンの全種類。そうです。そうです。フェイスワンは全てが野球専用、様々な用途やデザインが全8種類です。ちなみにこのフェイスワン、プロ野球選手にふさわしいサングラスが一体何なのかというところから開発がスタート。プロ野球選手から何が最適かも聴取し、ハイクオリティな商品を開発。業界初野球専用サングラスの特徴を一挙ご紹介します。ポイントとしては、他にサングラスには、機能としてないものがありますので、そこをちょっとポイントとしてお伝えしたいなと、まず一番こだわったのが、やはりどうしてもズレを防止するためにはこめかみ部分をしっかりと押さえ込まなあかんというところが、選手の方から意見が多かったので、通常ですとここで止まってしまうところの、テンプル顔との接触部分をこの横の、グラビングテンプルというかけていただいたこのサイド部分までしっかりと固定されるので、横の動きとかにしっかり対応するっていうのが一番大きなポイントです。これめちゃくちゃ感じます。ズレがないのはめちゃくちゃ感じます。このグラビングテンプル、顔の幅や好みに合わせて3つのサイズが付属されています。次の特徴としては、レンズのカーブです。レンズカーブが通常ですね、同じ、横カーブと縦カーブ、同じカーブになるんですけど、少しこれはカーブをこちらの内側に入り込む感じ、ほっぺの方に角度をつけたってことですよね。そうすることによって、どうしてもこの顔とレンズの隙間っていうのを少なくすることによって、どうしても入り込んでくる光があるので、その時にこう選手が若干そのボールの顔を動かしたタイミングで見づらくなるっていうのを極力少なくするようにしてます。やっぱ一緒ですね。僕もやっぱこう光ってやっぱ隙間産業だから抜けていくのうまく。ちょっと何言っても分かんない。去年の映画大体それ。それ。これはターゲット。プロ野球選手もつけてるんですよね。そうですね。こちらにちょっとありますけども、まあ入れると趣味の。プロ野球選手が選ぶ守備のうまい選手ということで、今、源田選手が契約してる、そうですね、今年からこのモデルを開発するにあたって、いろいろとアドバイスをいただいて、普段サングラスをつけない源田選手も愛用、ちなみに種類、このラメ感のある渋かっこいいフレームなどもあります。ここはね、ちょっと3つ目の特徴がありまして、このレンズの見え方。見え方、はい、自分から見た時の内側からの見え方っていうのもちょっとこだわりまして、まあ野球選手ってやっぱりこうボールっていうのは発球多いので、白いボールがやはり見やすくなるような、まあレンズの特徴にしています。なるほど。もう一点が内側にですね、反射の防止するようなコートをしているので、まあよりこう見やすくなるという効果を持たしたレンズになります。あ、なるほど。サングラスをした時の内側に自分の目とかいろんなそのものが映り込むと、その先の視界が霞むと、それを防止するのもつけてる。やってますよ我々は、やっぱそういった形で。野球選手はやはりこう見やすさっていうところと、もう一点そのまぶしさを抑えるっていう。ただよりこう白いボールとか赤いラインを見ながら、太陽光のまぶしさを抑えるっていうレンズの特徴を持たせたのがこのウルトラレンズという。ウルトラですよ。ウルトラのレンズ、絶対いいやつですね。本当にこういう最後の1個の特徴が、通常ですね、例えば他のサングラスしっかりですね、この横の部分を押さえつけようということで、ちょっとここのところが厚みが出るんです。この厚みがですね、どうしても帽子をかぶる野球選手だと、キャップの外につけるのか、内側につけるとかってちょっと迷うところなんですけど、このモデルに関しては、ここにテンプルをつけることによって、ここを極力細くして、全体で捉えて。でもう一個がやっぱりヘルメット、キャッチャーのヘルメットとか、まあ、打者のヘルメットと、それほど違和感なく作れるような、すっとこうキャップの内側に入るような特徴にしてます。本当野球人のためのって感じですね。これはもうサングラスつける人はぜひっていう、フェイスワン、スワンズフェイスワン、スワンズフェイスワン、スワンズのフェイスワン。ちなみに高校野球対応も出ております。この黒もですね、マット感あって渋くてかっこいいですよ。ここで源田選手のこれぞプロというこだわりをご紹介。光とか、反射とか守備を邪魔してしまう。かの源田選手もやっぱ球場によっては後ろから日が差すと、でボールが飛んでくると、取りに行こうとした瞬間にそこに日陰ができる。日向から日陰っていう、そこにやっぱ敏感に反応されるらしい、源田選手は。シビア。やっぱ俺も一緒だった。これがやっぱ守備の上達につながっていくっていうね、新たな時代ですよ。そうですね。やっぱサングラスね、かっこつけとかそんな言ってる場合じゃないんだよ。うまくなっていくためにやっぱこう太陽光を遮るサングラス、高性能なサングラス、フェイスワン、ぜひともどうぞ。はい、いただきました本当に関東近県の方々、ぜひスワンズ東京店へ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ちなみに関西圏の方々は非常に怪しいです。大阪は梅田駅地下道から直結、このヨドバシカメラも入っているリンクスの建物、この外観ですね。この建物の2階にスワンズのお店があります。ぜひ、ぜひ行ってみてください。店内紹介します。すごいディスプレイだな。これは。ここにもちゃんとあります。フェイスワン。これで付け替えもできますっていう、ね。同じこのフレームで変えられるのいいですよね。そうなのよ。それやっぱ一つの特徴だと思うな、スワンズはね。夕方とかじゃないですか。そうそう、これもありますし、でもこの曇り空でもっていうね、のありますし、紫外線によって、あ、なんかあるやつ？そう、これだ、超高クリアスモークって、これはすごく面白くて、ちょっと当てていただいてもいいですか？あ、ずっと当てとくと。変わってくるっていうね。目に優しいですね、本当に。だからこう曇り空の時は黒くなりすぎず、めちゃくちゃ眩しい時はビシャッとこう抑えてくれるっていうのはいいね。いいよね。さっき気になったのはこの撥水コートプラスっていうのいいんですよ。あ、よく気づきました。やっぱ今梅雨の時期ですからね。非常にいいですよ。意外と空眩しい。はい、大雨の中してしましたけど。そうですね。やっぱなかなかね、そこでグラサンをするっていうのはやっぱねなかなかあれですけれども、撥水コートついてるとやっぱできちゃう。いいね。ぜひお買い求めください。ちなみにこのサイン誰だかわかりますか？88番、私ですか？違います。これちょっと開幕戦ちょっとスタートちょっとつまずきましたけれども、これから巻き返す。ハンデですよ。いえ、そうそう、これから巻き返していこうっていう球団の監督さん。タイガースね。そうです。これから巻き返していくっていうね。というわけでアスリートファーストで目を守り技術向上を後押ししてくれるスワンズ。合う合わないあると思いますが、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。特産 TV 実は本を出してます。動画とリンクするシステムを採用、音声と文字のダブルで説明されてます。ピッチング、バッティング、ディフェンスの3本立て。読むとバッターは際どい球がボールに、ピッチャーは際どい球がストライクになる率が上がります。